11競争の出走メンバーの入場です。第58回サーキュースポーツ賞クロマステークス3歳ヒッパーの地位のオークストラリアの騎手は 1000m ではメンバーです。まず1番フライングフェリー、馬体重は432キロ、前回からプラス2キロです。鞍上の三島達馬54キロ。2番ソーダズリング470キロ、増減なし、小崎啓太54キロ。3番バーカーラーレ456キロ、増減なし、吉田優太54キロ。4番クイントンソウル450キロ、マイナス6キロ、津村明姫54キロ。5番アーフェーベン448キロ、プラス6キロ、太宰圭介54キロ。6番キリンカーマリア492キロ、プラス2キロ、三島亮太54キロ。7番ローレーマインド486キロ、プラス10キロ、菅原明54キロ。8番伊藤川さんが446キロでマイナス6キロ、大野拓也54キロ。9番レシプロシティ452キロ、プラス4キロ、バダルチ54キロ。10番アルストアレー444キロ、マイナス2キロ、石橋周54キロ。11番トゥーブーダン464キロ、プラス16キロ、ダルダルレー54キロ。12番カバリノンマン504キロでプラス6キロ、北村博士54キロ。13番トニオコウ604キロでプラス6キロ、田辺ひろう54キロ。14番インタイバーズ432キロ、プラス6キロ、横山パフォー54キロ。そして15番イチネーション464キロで増減はありません。あと横山武史54キロです。2着まで引っ張ると5月21日この東京競馬場で行われます。優秀品馬オークスでの優秀出走権が与えられる予定となっています。第58回クロマステークス G2 メンバーをご紹介しました。発送までしばらくお待ちください。外6番、日野川マリア。
さすが。10番、1170円、また10番。